皆さんこんにちは。引き続きメゾンド魔王のパート3です。今回は2階建てになって喜んでたら伝説の勇者に勝ち込まれたところからです。前回の通り伝説の勇者のパワーは圧倒的なので誰も外に出してはいけません。はい、これは負け入れです。黙って嵐が通り過ぎるのを待ちましょう。勇者は魔王を見た瞬間やる気をなくして U ターンしていきます。当然お金も取られません。かっこいい。帰り道も油断はできません。外出中のキャラが帰ってこないかよく見張っておきましょう。親方の言ってた通り、増築前にはセーブをお忘れなくです。みんな無事でよかったですね。では改めまして、新しくできた2階の部屋をご紹介です。2階の部屋は内装が少しだけ良くなり、壁紙とベッドが2段階目になってます。それでもこのままでは木破難なんかだと入居してくれません。まあこの段階では1階の部屋の方が物が揃ってますので、一旦1階の部屋を開けてそこに入居させてから引っ越しさせるのが楽ですね。引っ越しさせるとまた部屋が安っぽいとか言い出しますので、そこで満足するまで家具を買ってあげれば OK です。そんな感じで新たに4名のモンスターたちを加えました。なお104号室の水ウマン一家は203号室に移ってもらってます。代わりに入ったのはマイホームのペロクジ。超遠距離物理のしかも範囲攻撃で攻撃力は脅威の S です。が、それ以外は最低クラスのロマン砲です。マイホームはアニマル族の2段階目で、出現条件は好感度魔王が好きかも以上、かつ2階建て以上です。カタツムリなので雨の日には能力アップです。201号室と202号室には、木破難の女の子、触手とフラジオに入ってもらってます。木破難は前回も触れましたように、超遠距離の貫通物理攻撃が魅力ですが、一発の威力が低いので、家族が増えて数が揃ったら1階に移そうかなって感じです。フィギュア造形師にはテレビが必要なんですね。なるほど。最後に204号室は、学ピオのツンツトムです。101号室のピオノート一家がかなり活躍してるので、もう一人入れときました。それじゃあ新メンバーでの第一戦といきましょう。小手調べに砂漠の国の商人にしましょうか。難易度1で、ガグも増えますしね。少し待ってると、おお、ペロクジに早くも恋人が、ナイスです。名前はヤドツン、お目目がパッチリです。ありゃ、無職か、まあどんまい。夜になってから商人テルネコが接近中です。前回来た商人は1人でしたが、今回は護衛として前後に戦士がついてます。戦士もこれが初登場ですね。戦士はゴロ付きの攻撃力と物理防御を上げたような感じで、まあイメージ通り普通のアタッカーです。新入りのマイホームたちに活躍してもらいたいので、ワンブズは適当に戦ってから退却します。攻撃の遅さがはっきり出てますね。やっぱり前衛がいないと厳しいか。何気に後ろから攻撃してた水人の方が削ってたかも。新たな家具として手に入ったのは、装飾品のてるてる坊主です。想像通り晴れの確率が上がります。前回の雨乞い地蔵と逆ってわけですね。ところで、住民も増えてきたので、以降単に満足度上げのために家具を買ってあげているシーンは、基本省略させていただきます。次のクエストです。難易度も低いので、メインクエストに行っちゃいましょう。我々の噂が領主の耳に届いて、兵士が偵察に来ると。じゃあ面白いものを見せてあげようじゃありませんか。観光気分の兵士がたった一人でやってきました。ようこそ我がアパートへ。部屋の前まで引きつけておいて、前から水人の放水、後ろから学ピオの火の玉で歓迎です。あらあらマイホームの爆弾は間に合いませんか。遅いな。第2戦です。今度は本物の偵察部隊の石膏がやってきたようです。先頭に現れたのは村人です。変装してるって設定ですかね。構わずやっちゃいますけど。後ろに続いているのはアーチャー。移動と攻撃の速度が速く、まとめて来られると結構厄介です。まあ今回も前後からの集中攻撃で圧勝です。爆弾がまた間に合わなかったですね。最終戦です。今度こそ偵察部隊の本体がやってくるそうです。兵を小出しにしたのは下策でしたね。アーチャーを先頭にして、後ろから戦士が2人の編成です。水人で足止めしている間に、マイホームの一撃って感じで。おお、見事に決まりました。最後の1人もピオノート一家が始末して勝利です。今回間接攻撃オンリーでしたけど、結構やれますね。さてお次は、散策と魔王狩りツアー。
ハイキングコースの嘘の看板を出して客をおびき寄せます。いや普通釣られないでしょ。あ、普通じゃなかったわ。初デートご一行が接近中です。忘れられない初デートになりそうですね。やってきたのはゴロツキと青魔法使いのカップルです。先ほどと同じく部屋の前まで引きつけまして、水人たちで行く手を塞ぎます。あとは一回総出でお出迎えです。今回はウルフガイたちも出しましょう。ふむ、解消です。続いて第2戦、もみじ狩りご一行が接近中です。なかなか風流ですね。今度のメンツは、さっきと同じゴロツキと青魔法使い、それに赤魔法使いが加わってます。作戦もさっきと同じでいいでしょう。水人たちを出しまして、あ、ガクピオは青魔法使いの後ろに出したかったのに。まあ火力で有無を言わさず勝利です。ガクピオがやっぱり強い、すっかり主力です。そしたら最終戦です。奈良山参りご一行が接近中です。ある意味間違ってないかもですけど、太郎とその鬼嫁もここで一緒に暮らすことになりそうです。作戦はやっぱり同じで、水人で足止めしてから両サイドを出撃です。水人は満足度と雨のおかげで能力が上がってるので、かなり耐えてくれます。ただ水人でガードする戦法はそのうち厳しくなりそうなので、そろそろ本職のタンクが欲しいな。続きましてはレベルアップしようぜ。また冒険者をおびき寄せてますが、前よりもちょっと強めなのが集まりそうです。第1戦です。安易なパーティーが接近中です。 RPG でパーティーの基本といえば戦士と盗賊と魔法使いですよね。安易です。それならこっちもこれまで通りの安易な戦法で対抗です。ちょっと海ウマン一家の消耗が激しいです。ここは一時引っ越しして水ウマン一家と交代しましょう。第2戦です。速度重視パーティーが接近中とな、厄介そうだな。先頭は案の定盗賊、続いてアーチャー、そして最後尾がまた盗賊です。先頭だけ先走ってるのでさっさと取り囲んじゃいましょう。水右衛門は大丈夫そうかな。あ、B 女子が危ない。退却退却。あとはガクピオたちに任せます。ふう、忙しいです。間接攻撃は、弾が重なって味方キャラが見づらくなっちゃうのが難点なんですよね。最終戦は4人組パーティーですか。戦士を先頭にして、アーチャー、赤魔法使い、なるほど。ん?ゴロツキ?遊び人枠ってことでしょうか。今回は、ウルフ街で戦士を受け止めて、ガクピオをアーチャーの前に差し込みます。ああ、ウルフ街が邪魔で後ろが攻撃に参加できてません。うぐぐ。あたふたしている間になんとなく倒せちゃって勝利です。たはは。最後尾がゴロツキじゃなくて魔法使いとかだったらやられてたかも。と反省した気になりつつ、ウミーマン一家が回復したので、再び1階に復帰させます。それでは先に進みましょう。むむ、現れましたね。奴の名はボンゴレ。執念の男が三度登場です。本当に懲りないな。さあ今度の奴は、どんな姿になっているのでしょう。ほう、戦士ですか。物理防御が42もあります。なかなか侮れません。が、魔法防御は取ったのに、であれば水人とガクピオで、厚くおもてなししてあげましょう。ミンちゃんは無理せず引かせておきましてと。よしよし、今回も我々の勝利です。ちなみに今のボンゴレは腕利きの戦士でしたが、戦闘後には画面の5種類があります。そんな小ネタも挟みつつ、次へ進みます。賞金稼ぎで稼げ、領主が我がアパートに賞金をかけたそうです。賞金稼ぎとは手強そうですね。第1戦です。借金返し隊が接近中、必死でやってきそう。腕利きのゴロツキと、名高い村人、そして名高いゴロツキ、タフそうだけど近接ばかりですね。とりあえずこれまで通りやってみましょうか。うわぁ、おしくらまんじゅう状態です。あ、B 女子やばい、退却です。ウルフガイたちをどかすか迷ってるうちに、ピオノートもガリガリ削られながらなんとか勝利です。危なかった。あら、だいぶやられちゃいましたね。次の戦いガクピオたちはお休みかな。第2戦です。賞金で矢を買いたいが接近中、アーチャー部隊ってことですね。いまいちアーチャーが3人並んできました。いまいちでも3人に一斉射撃されるとかなりの威力なので、下手に近接をぶつけるのは危険です。水人で耐えているうちに、マイホームの爆弾に期待します。チャンスがあればウルフガイも出したいけど、ドアの前からどいてくれないな、ぐんぬ。水人たちは限界か。爆弾も当たってるのに意外とタフですね。外から帰った水ウマンの火星で助かりました。また消耗しちゃったな。
ってことで、またまた水人たちを引っ越しさせて入れ替えます。いつもすまないね。おっと、木破マンの触手に彼氏が待ってました。名前は種、物？まあわかりませんが、種物くんと呼んでいきます。適当。さてでは最終戦です。結婚資金稼ぎ隊が接近中だそうです。想像通り、そこそこ戦士とそこそこ赤魔法使いのカップルが登場です。かわいそうですが現実を教えてあげましょう。回復したガクピヨたちの集中砲火で戦士は秒殺です。赤魔法使いは近づいてこないな。お、後ろから水人が火星に現れました。ラッキー。よし、クエスト完了。報酬もいつの間に2000ゴールドまで上がってます。お金もだいぶ貯まりましたね。とりあえず、2段階目くらいまでの家具はジョンジャン買ってあげるとして、バルーンとか大福はどうしようかなぁと悩み中です。ま、クエストしながら考えますかってことで、次へ行きます。悪徳、立ち退き業者、おや、ここテーマパークにするんですか？今でも楽しいモンスター屋敷ですけどね。第一戦は、地上げ屋の若い種が接近中です。威勢が良さそうです。腕利きのゴロツキ、腕利きの青魔法使い、そして名高いゴロツキですか。まずは水人とマイホームを出して戦闘を倒しちゃいましょう。あ、ガクピヨの部屋の前で立ち止まられるのは困ります。ヌルトーとミズーヌは退却して、うわぁ、ずっと止まってるのはずるい。お、ミンちゃんがゴロツキを引きつけてくれてます。さっさと青魔法使いを倒したい。よし、この爆弾が当たれば倒せそう。ミンちゃんそろそろ危ないから逃げて。そうそうガクピヨを出さなきゃ。おや、影から触手が種を飛ばしてます。何気に初参戦ですね。でも、威力低いな。もういいから逃げて。あとはガクピヨが何とかしてくれます。あえ忙しいわ。一戦目から激しすぎです。早くもミズーマンたちが消耗してしまったので、もう入れ替えです。第2戦です。地上げ屋の IT 部門が接近中。サイバー攻撃的な何かでも仕掛けてくるんでしょうか。現れたのはドクター、メスを投げてきます。そっちですか。HP も防御も低くすぐ倒せますが、攻撃力がかなり高いので、こっちのダメージにも注意です。第3戦、今度は若頭が接近中です。このクエストは全4戦なので、まだ最終戦ではないです。青魔法使いの後ろに腕利きの盗賊、これが若頭みたいですね。そしてもう一人青魔法使いです。部屋の前まで引きつけるとさっきみたいに乱戦になりそうなので、間接攻撃をひたすらぶつけまくります。ピヨ守りもいいタイミングで来てくれました。助かります。ガツが作るのがいなければ、この戦法が楽ですね。あ、めぐみちゃんがまたげの職に就いたそうです。おめでとう。このように就職したり昇進というか転職したりして、給料が上がることがあります。完全ランダムです。それでは今度こそ最終戦です。地上げ屋の女社長が向かってます。アーチャーを先頭にして、その後に赤魔法使いの女社長、もう一人アーチャーです。先行してきたアーチャーはウルフ街で受け止めて、裏からガクピヨを出撃です。後ろのアーチャーに撃たれてるので、前の二人は一時退却です。ピヨ守りは魔法防御が51もあるので赤魔法使いはカモです。最後のアーチャーも火力蹴散らしてクエスト完了です。これでアパートの平和も守られました。めでたしめでたし。新しいクエストも増えているようです。どんどんかかってくるがよい。お、フラジョーが昇進したそうです。へえ。何になったんでしょう。ほう、プロゲーマーですか。でも多いし強そう。バッチリ稼いでください。あと、104号室のペロクジたちなんですけど、待てど暮らせどって感じなので、小宝祈願大福を買います。効果は、仲良くしさえすれば 100% です。すごい。じゃあ知らせを待っている間にクエストをこなしましょう。おう、モンスター解放クエストが出てますね。誰がどう見てもピヨリ子族ですけど。なお、このクエストの発生条件は、ピヨリ子族の好感度が魔王のことが好き以上、かつ2階建て以上のようです。モンスター解放クエストの内容は物によって結構ガラガラみたいで、今回は全一戦の商人クエストです。商人の名前はトルネコです。で、護衛に初登場の武闘家が現れてるんですけどかなりの強敵で、実は裏で何度もやられてます。どほほ。これまでみたいに学費を前衛に出すと、こっちが先にやられて崩壊します。なので、ウルフ街を先行させて、時間稼ぎしてる間も何とか倒し、クリアです。以降新モンスターカタピヨが現れるようになります。楽しみですね。といったところで今回はこの辺までにします。次回は当然次の3階建てを目指します。それでは、
ご視聴ありがとうございました。